なんだ今のは。使うってことは刀の森の一族。ちょうどいい。聞きたいことがある。おい待て。この野郎。貴様とおしゃべりをしに来たわけではない。口が聞けねえのかと思ったぜ。ならば喋れるようにしてやる。やってみろ。によるスペーな貴様が遅すぎる。はい、そこまで。もういいや、ハバキ。こいつには失望したぜ。誰だてめえ。刀の森の王者である。口を慎め。おさかならてめえに用はねえ。なんだと。ヤツさ、ここは我らが引き受ける。主は姫子のもとへ行け。何を言うか、主らの手の中に。我らの実家、今は城を陰に隠れしが元はものの、戦の中で命散らすはもとより覚悟の上じゃ。拙者とで姫のために命をかけておる。ならばその命を失って誰が姫子を守るのじゃ。ヤツさ、主には意地よりも守るべきものがあろうが。行け、ヤツさ。その男が舐めたわねを。このヤツさ、敵に背を向け義を欠くわけにはまいらん。立ち付け忍法、しぐれことじゃ。おお、これしきのことで。行くぞ忍法金剛僧。八日の礼は言わん。まだやることがあるからな。聞きたいことがあったから手加減してやったんだ。そんなことも分からねえのか。貴様！面白え。やっぱそう来なくちゃいけねえよ。チライヤ。欲しいものってのはな、ただじゃ手に入らないもんだぜ。おさ！刀森のおさだかなんだか知らねえがやめとけ。怪我するぞ。女だからって見くびるってか。これならいいだろう。さあ、鬼切り丸を抜いてみろよ。おい。どうした？もう始まってるんだぜ。よせ、ジライア。望み通り抜いてやったぜ。本気で来い、ジライア。
ほら、鬼切丸に食われるぜ。おさ、さやを。どうやら食われずに済んだか。礼はいいや。どうせ口も聞けねえだろうよ。教えろ、今のは何だ。こいつは驚いた。いいだろう、教えてやるよ。こいつはな、鬼を斬るために撃たれた刀だ。そんなことは知っている。いいか、鬼ってのは恩、もともと死人のことよ。この刀は死人の生を食らうことでその存在を絶つ、すなわち斬るってわけ。覚悟は良いな。貴様の覚悟はどうだ。なんと、タレ変わる。決め、忍び風情がこの吉明に刃を向けるとは。終わり、いや、三河の手の者か。答える必要などはなし。天下広しといえど貴様に首する者などおらぬ。天中、そう心よ。世の前で天を語るとは少子千万。この義明、ただの天上人と思うな。構わぬ、やれ。伊賀者、半蔵配下の者か。さよう、我が主お待ちにございます。何をしとるか。ここに義理立つするおつもりか。足利義明、すでに将軍職にはなし、綱の一族が使える理由もありませんぞ。そうではない。己の所業を食いもせずここで死なれてもらっては困る。そやつにはまだ蓮姫様に詫びてもらってもらぬ。詫びれば浅井の姫が生き返るわけでもありますまい。たわいもない。あなたが求めているのは理由にあらず、ただの口実ということですな。言うな。ずいぶん血の気が多いよ。少し流していただいた方が良いやもしれませんな。貴様、なぜ。我ら伊賀人軍、使命とあれば命するとも厭わず。陰謀を闇芝居、その目より光をいただきました。もはや我ら伊賀人軍からは逃れられませぬぞ。